熊本天草幹線道路は、熊本県熊本市を起点と市導県天草市に至る、延長 70km の地域高規格道路である。1994年12月16日計画路線に指定された。現在、三角大屋の道路、松島有料道路、松島有明道路が一種三級の自動車、専用道路として、暫定に車線で開通している。宇都三角道路は、 熊本県宇都市から道県宇城市へ至る区間。2021年度に事業化された。三角大屋の道路は、熊本県の宇城市から道県上山草市へ至る区間。無料で通行できる。大屋のバイパスとして事業が進められたが、共用時に三角大屋の道路となった。松島有料道路は、熊本県上山草市松島町合津から同市、松島町今泉へ至る。 熊本県道路公社管理の一般有料道路。通行料金松島有明道路は、熊本県上山草市松島町今泉から、天草市有明町上津浦に至る区間。無料で通行できるが、地中インターチェンジは、熊本方面のみの米の山インターチェンジは、天草市中心部方面のみのハーフ IC のため、実際に無料で通行できるのは、 米の山インターチェンジ交通裏インターチェンジに限られる24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成ありがとうございます